この方向なら成功するかもしれないな。戻ってデータをチェックしよう。こんにちは。驚かせてしまっていたらごめんなさい。仕事の癖なんです。接触によって知覚を解放し、生命に関する詳細を脳に流し込む。そうすることであなたの生物学的構造を理解しやすくなります。これは脱構築と再構築の基礎です。おや、緊張しないでください。あなたは健康です。完璧な実験サンプルですよ。私はそういったものが好きなんです。ええ、私も嬉しく思ってます。私たち模擬宇宙で会っていますよね。すみません、あまりにも風景を楽しみすぎて夢中になってしまったようです。私は宇宙ステーションにはそんなに出入りしていないので、今日この場所を知ったんです。見晴らしがよく心が落ち着きます。蓮の葉、梅の花、もち米、それからアイシングの香りにぴったりです。ここにいらしてください。ほら、ブルーの惑星が足元に見えるでしょ。生き生きしていますよね。あ、このデザートも美味しいですよ。半分どうぞ。甘いスイーツは花が咲く姿を思い出させてくれます。一口ずつ食べていくと、その香りが口の中に広がっていくんです。あなたにも気に入ってもらえるといいんですが。美味しいですか？次回はもっとつけておきますね。スティーブン・ロイドの元を訪ねるときはいつもイチゴのお菓子を持っていくんです。そうしないと顔を出してもらえませんから。ええ、素晴らしいスイーツですね。角砂糖 10g、 乾燥させた塩漬けの梅の花。焼き菓子作りと料理は宇宙を育てるようなものです。火加減を調節し、司祭を考え、いかなる状況に遭遇しても慌ててはいけません。残念ながら宇宙ステーションは人が少ない。